はい、おはようございます。今ちょうど朝の6時です。今日は奈良県の八京ヶ岳に、一人でね登山に行きたいと思います。昨日の夜急にちょっと今日登山に行こうかなと思って探してたのがこの山になりました。今日もタムロの2875のレンズ1本を持って写真をたくさん行く予定です。それではまだちょっと朝ごはんとかも食べてないので、途中のコンビニでね、今日のお昼ご飯とか買いつつ、安全にゆっくりゆっくり行きたいと思います。行ってきます。はい。今ちょうど天川村のね、近くのそこと道310号線を通っているんですけど、伝わりますかね、この水の透明度。いや、ちょっとね、久しぶりにこんな綺麗な川見ましたね。しかもあっちの方とかね、光に反射してエメラルドグリーンなんですけど、ちょっと写真でちょっと撮ったんで、よかったら見てください。こちら。はい、やっと、駐車場に着きました。これは行者帰り駐車場かな。1日車1000円で止めれます。こっから、だいたい2000ってところには山小屋があるので、行って、ご飯ちょっと食べるかどうかちょっと迷いますね。多分2時間ぐらいで着くと思うんで。で、そっから、八京ヶ岳の山頂まで1時間ぐらいの予定なので、もしあれだったらさっき八京ヶ岳行って帰りに山小屋行って、お昼ご飯を食べようかなと思います。ちょっと今からじゃあ準備していきます。はい、じゃあ準備できたので、今から登っていきます。登山口がね、ここに、行者帰り、伊勢登山コースってところ、登っていきます。今日は一人なので、自分のペースで行けるのがいいです。結構、思ったより岩でゴツゴツした道なんですけど、けどね、今日は登山靴を履いてきたのでね、ちゃんと、なんか前回は生駒山登った時はトレッキングシューズやったんで若干頼りなかったんですけど、やっぱりアルプスでも行けるこのツオロミブーツは結構やっぱり登山的には歩きやすくなります。よいしょ。いや、大阪から来たんですけど、大阪は朝普通に暑かったんですけど、ここめちゃくちゃ涼しいです。あとね、なんかこの辺大峰山っていう一帯になるんですけど、なんか他の山と違って結構独特の雰囲気がなんかありますね。奈良は結構歴史が古くて結構なんかそのお坊さん的なこう修行する人らがね、歩いた道って言われてるらしいです。なんでちょっとそういった独特の雰囲気を味わいながら登っていきます。サコッシュね、今日持ってきました。ちょっと持ってくるか迷ったんですけどね。コンデジと、この今撮ってる GoPro と、あとちょっと行動食、チョコレートとか買ってきたのでコンビニで。そういうのも入れたりとか、貴重品とか。携帯忘れたかも。ちょっと携帯忘れたかもしれないです。はい。携帯、車に忘れておりました。危ない。地図が見れないところでした。よいしょ。結構最初はやっぱり急登続きで、ちょっと、開始5分ですでにもうバテてきております。まあね、まだまだ若いんで、弱音を吐かずに、頑張って、登ってきます。山小屋までは、あんまり休憩せずに、一気に登りたいですね。よいしょ。結構ね、景色がいいです。やっぱひんやりしてるのもありがたいですね。今日は新しいレンズにしてから初めての登山です。前のレンズね、結構焦点距離は広かったんですけど、その分ちょっと重さがあってね、登山の時結構やっぱり負担になってたんで、レンズ軽くしてみました。これやっぱね 100g 100何十 g 軽いだけで全然違いますね。よし、ちょっと今から黙々と、集中して登っていきます。また途中なんか綺麗な写真とかあったらその次に乗っけていると思います。はい、1回目の休憩。ああ、疲れた。でも結構汗かくと思ったんで、ちゃんとスポーツドリンクをつけてきました。あっつい。汗ばっかくとね、まあ昔から言われてるんですけど、ナトリウムが削られてきちゃうんで、脱水が起こしやすいです。糖分を舐めて脳にやる気を。この音ね、ずーっとしてるんですよ。多分鳥かな。頭上で聞こえるんで、鳥か虫。お、ここに6合目って書いてある。もうそんな登ってきてんの？まだ20分しか経ってへんのに。なんか、めっちゃ希望見えてきた。ああ。よし。気合入れて、また行きます。電波が帰ってきました。今ね、駐車場がここで、この辺にいます。で、山小屋がここなんで、これはあんまり多分急登じゃない、なさそうな感じしますね。ここまで、一気に行けるかな。ちょっと頑張って登っていきます。よし、看板来ました。でかいですね。2000。こっからは多分、そんなに急登じゃない気がするんで、地図通り。まあ結構ペース多分早めにいけそうですね。お、雲海。うわ、見えるかな。ちょっと厳しいな。ちょっとね、雲海っぽい風景が遠くにありました。あ、歩きやすい。もうここから散歩ですよ、散歩。ではゆっくり行ってきます。なんかあそこにね、山小屋らしきものが見えます。まさかあれが味仙の山小屋ですか？ちょっと思ったより遠いですね。あ、頑張っていきます。はい、今は比較的めちゃくちゃ歩きやすい道です。味仙。いや、本当はね、なんかカメラ置いて歩いてる姿とかちょっと YouTuber っぽい動画も撮りたいんですけど、そんなことしたら体力がなくなっちゃうんで、ここはひたすら持つスタイルでいきます。いやー、なんかジャングルみたいな自然ですね。結構なんか近くに大手ヶ原ってあるんですけど、皆さん聞いたことありますかね？大手ヶ原。これ昔1回だけ行ったことしかないんですけど、星がねめちゃくちゃ綺麗みたいで、まあその時ちょっと星カメラとか持ってなかったんで星も見に行ってないんです。今度行った時は星みたいですね。多分さっきちらっと小屋らしきもんが見えたんですけど、思ったより遠いとってかだいぶ山の上でした。あとこの平坦な道続くだけやと思ってちょっと気抜いとったら、多分こっからもうちょっとしたらかなり急登が続くと思います。何これ、なんか面白い。あ、この風景いいな。ちょっとここ写真撮りますね。何枚か写真撮れました。これ便利ですね、本当に。昔ね、都内行った時カメラ首からぶら下げるのもしんどいし、リュックからいちいち出すのもめんどくさいし、どうしたらいいんやろうと思ってた時に見つけたのがね、このキャプチャーっていうピークデザインから出てる、リュックに取り付けれるこういう部品です。キャプチャーね、多分、8000円か9000円ぐらいで、新しいやつ、2作目のやつが出てるんで、結構デザインもかっこいいし、何より、カメラをこのパッて収納できるのがね、めちゃくちゃ便利です。結構開けてるとこに来ました。いやー、あともうちょっとで多分山小屋着きますね。なんか、皆さんいつ積んでるんで僕も積んどきます。一番上に。ちょっと遊び心が出てしまいました。よし。いや、ほんと予定はね、ご飯食べずに八京ヶ岳先行こうと思うんですけど、ちょっと、もうお腹空いてるのと、ちょっと荷物を減らしたいので、先に山小屋着いたらご飯にしようかなって思います。今、10時13分。コースタイムが2時間やから、ほぼコースタイム通り着きそうですね。よいしょ。いやー、写真結構風景が綺麗なんで、写真たくさん撮ってきました。よいしょ。暑なってきましたね、ここが来たら。いや、涼しいんですけど、太陽が昇って、ちょっと蒸し暑い。湿度が高いんですかね。まあでも、最初の方、汗結構かいたんですけど、今ちょっとマシかな。あともうちょっと山小屋まで、休憩なしで、行きたいと思います。皆さん到着しました。山小屋です。一人貸し切り。ちょっと今からご飯を食べていきます。テーブルとか持ってきたんですけどね、なんか、椅子とテーブルあったんで、もう、ここで食べます。いや、思ったよりやっぱ肩きてるな。今日持ってきたのはね、ほんまにこれぐらいと、あと、非常用の、雨降ってきたのカッパ、レインウェア。やっぱレインウェア地味にね、かさばるというか、場所取るんですよ。クッカーはプリムスを使っております。でね、バーナー本当は登山用熱欲しいんですけどね、Amazon のカートには入ってるんですよ、ずっと。まだ買ってないだけで。でね、結構、クッカーとかに、バーナーとか、OD 缶とか入れる人多いと思うんですけど、僕はこういう食材をね、クッカーに入れてます。まあ、理由は、おにぎりとか特に潰れちゃうじゃないですか、やっぱり。なんかの重みとかで。クッカーとかやったら、潰れる心配が少ないんでね。別に、OD 缶とかは潰れることがないんで、別に、無理にクッカーに入れる必要、まあ収納落としはいいんでいいと思うんですけど、いやこれ全部入れても多分足りるかな。でも山はね、カップラーメンの汁全部飲まないといけないんで、あんまりね入れすぎたら逆にしんどくなるから、ちょうどいいかも。お箸はモンベルのお箸、これ便利ですよね。コンパクトやな。まあ割り箸でもいいかなと思ったけど、ゴミになるんで。よし、そろそろお湯が沸いてきたので、頼む、足りてくれ。あ、足りました。ちょっと少なめにしようか。ちょっと今日お湯余ったね。僕はカップラーメンを1分しか待ちません。なんならあんま待たずにバリバリ行く時もたまにあります。いただきます。うん、最高。ちょっと焼きおにぎり作ってみます。早くご飯からできるかな。お、どうですか、焦げてきました。ここパスタが美味しいんかな。いや、ちょっと微妙かな。そのまま食べるます。はい、食べ終わりました。いやー、お腹いっぱいです。これ飲み干すのはやっぱきついですね。じゃあね、まだ目的地着いてないんで、食べてちょっと散歩したらすぐまた八京ヶ岳へ向けて行きたいと思います。ちょっと荷物置いて、向こうの方行ってきます。ここはテント泊と、こっちに山小屋とかもあるんで、今度また泊まりに行きたいですね。で、来ました。大峰弥泉、1895メートルです。三角点とかあるんかな。いやー、眺めが最高。多分僕ね、2000メートル、あ、そっか、アルプスは行ったことあるから、あれか。この辺で2000メートルの山って本当に限られてるんで、結構高いっすね。うわ、すごい景色。奥に神社がありましたよ。いや、ここでご飯食べてもよかったな。この景色を見ながら、どうでしょうか。あそこまあ座れたからよかったけど。三角点はないんかな。いや、ちょっと。写真を何枚か撮って、今日の目的地、八京ヶ岳行ってきます。では。よし、八京ヶ岳に向けてね、出発しました。ちょっと下ってまた登る感じだそうです。なんかそっからね、大台ヶ原も行けるって、今ね、登山の人に聞いてきました。君の足なら30分だよって言われました。ちょっと30分で行けるか分かんないんですけど。まあコースタイム1時間なんで、そんなに焦らずね、ゆっくり行きます。今がちょうど10時54分11時前なんで、大台ヶ原どこなんやろ。まあ、ヤマップとか見ながら、まあ、ここ電波もあるし、へえ、あれかな、もしかしたら今日がたっけは。よいしょ。ではね、ちょっと安全に行ってきまーす。はい、やっと着きました。日本百名山の大峰、近畿最高峰百京ヶ岳です。1914メートル。いやー、正直ね、15分ぐらいで着いちゃいました。味仙から。あー、そこか、味仙。結構近いですね。なんかお札がたくさん。すごい、皮膚感を感じます。この上に立つのはちょっとあれやから。いや、このパノラマわかりますかね、もう。本当にすごい。どれが何の山とかちょっと言えたらいいんですけど、僕には分からないです。多分あれ大台ヶ原かな、なんかそんな気がします。で、あっちが大普賢岳、あれが多分大普賢岳やと思います。それ以外は分かりません。いやー、なんかでも達成感ありますね。味仙より全然こっちのが景色いいです。ちょっとね、写真何枚か撮るんで、よかったら見てください。こちらです。はい、ちょっと休憩中です。この狭い頂上で一人貸し切り。ちょっとね、せっかくなんでお菓子を。ちょっと風がきついですね。山頂って感じ。帰りどれぐらいで帰れるだろう。あ、もう1時間半があれは余裕で帰れると思います。ちょっともうちょっとゆっくりしてからね、下山していきます。はい、1回だけ休憩を挟みます。よいしょ。残りでもね、もう750m ぐらいちょっと番口表示が見えてたんで、ちょっと喉が渇いてね、 1.3 リットル全部ね、帰りまでに飲み干しちゃいました。でも帰りね、今もう1時間10分ぐらいでもう家の前に着くんで、帰りは本当に早いですね。約2時間ぐらいかかる。やっぱ急登ね、登んのもしんどいけど下るのもしんどいです。結構膝にきますね、やっぱり。多分登山靴とかじゃなかったら結構滑りますね。岩とか特に多いし。よし、あともうちょっとなんで、よいしょ、気合い入れて帰りまーす。やっと番口へ帰ってきました。ちょうど GoPro の充電がなくなってしまってたんで、今飛んできたいと思います。いやー、久しぶりの登山でもないか、久しぶりでもないか。でも結構やっぱり松野さん8時に出て3時じゃないから、なかったら5時半、5時間半ぐらい歩いてたのかな。休憩してたら5時間ぐらい。ちょっとやっぱね、疲れました。まあ、今回は近畿最高峰の百京ヶ岳ということで、またね、中国地方とか四国地方とか、結構有名な山とか名山の方ね、登っていきたいと思います。今日はこの後は温泉行って美味しいもんでも食べて帰ります。ではご視聴どうもありがとうございました。じゃあねー。